歌えンの段七黒兵夏祭り何か館は人形浄瑠璃及び歌舞伎狂言の題名。延響2年7月に大阪竹本座で初演。作者は初代並木川流、三好松楽、初代竹田尾出泉。初演後間もなく歌舞伎化され人気演目となった。物語は元六十一年冬、大阪町裏町町で起きた魚屋による。 殺人事件を題材にしている。全員9段。投資狂言としての通称は、夏祭り。ただし今日では3段目、住吉鳥居前、6段目、釣船三府内、7段目、長町裏がよく上演されるので、これらが通称として用いられることが多い。段7は、幼い時不老児だったのを。 三河や吉平次に拾われ、今ではその娘のお家事と書体を持って一子を設け、先週堺で、ボテフリの魚屋となっている。元来義教心が強く、名も段七黒兵衛と名乗り、老教格釣り船三フラと付き合っている。旦七は恩人である。 先週浜岳家,家臣玉島平太夫の息子、磯野城の祈難を救うため、悪人を取り佐賀衛門の中間を誤って死なせて、しまい、これで入牢となるが平太夫の尽力で釈放され、罪等を減じられ、堺からのところ払いとなる。一段目、お大茶屋、磯野城の宝刀と琴浦に横連母する佐賀衛門の、悪事に、小敷の特兵に、 自身の落白ぶりを述べさせ磯野城を悟す岡地の知略などを描く。二段目、玉島平太湯内、磯野城の宝畜。岡地による夫への、ジョイタンガンにより、平太湯が段七の方面を決める。三段目、住吉鳥居前、住吉大社鳥居前には、岡地と息子の長松、サンフラが出迎えに来ている。岡地親子は早速主人の方面に謝いお礼参り。 三夫は、たまたま通りかかった磯野城が、かご代のことで、悪党のコッパの剣と生の鉢に絡まれているのを救い、磯野城を、近所の茶屋に行かせる。そこへ、酒焼きと髭の伸びた、段七が役人に伴われて、縄を解かれる。これも新人にいたす、お不動様のおかげじゃ、また、平太夫様、おありがとうございます。磯野城様は、 私が命に懸けてお守り申しますと喜ぶ団七に、三夫が呼びかけ再会を喜んだ後、新しい着物を与える。団七は言われるままに床屋に入る。三夫は、さあ、これで何もかもすっくりいった着物に、タバコ入れに、しもうた。肝心の白旗忘れてきたがなまあ、ええわい。和紙のは今日切りたての初歩。まあ白旗やの手赤旗じゃがなこれゆかの衆。 床の衆。と自分の赤い下帯を脱いで、床屋の若い者に私ゆゆと茶屋へ向かう。入れ違いに磯野城の愛人琴浦が、佐賀江門に言い寄れられるが、床から現れすっきりした、胸覚姿となった、段七に救われる。琴浦を茶屋に逃がす間もなく、佐賀江門の古文の胸覚一寸特兵衛が現れる。ちょっと待ってもらおうかい。待て言うのは、わしのことかい。 そうよ、おつに時代に出かけたなと、双方にみ合いとなって、ついに争いとなる。言うおも聞かぬ、つかみ合い、打ちつ打たれつ止めても、踏み飛ばすやら蹴飛ばすやら、止めぬ仕様も並び立つ、筋札取って二人が中へ、横にこかして、起点の盾の浄瑠璃の通りに二人の争いをおかじが、曽根崎真中の絵看板で止めに入り、特衛は、おかじが以前、 自身の難儀を救ってくれた恩人と分かり謝罪する。また、徳兵衛の女房のお達が、玉島家の家臣だったことも分かり、旦七と徳兵衛は、互いの浴衣の片袖を交わして、義兄弟のちぎりを結ぶ。前半部の無さ苦しい姿から、ずっといでたる反立ての、糸瓶、頭青坂焼きの竹本の言葉通り、後半部の、すっきりした、凶角姿への段七の、 変わり具合が見物である。特に二代目、実川炎尺は、堂々たる容姿と髪型の色気を兼ね備えた、近代最高の段七であった。三夫が下帯を、床の若い種に溶かせる場面においては、東京では、地味に床の店に入るが、髪型では三夫が、床のものに下帯を持たせ、それ、引いたり書の掛け声から、下座音楽に、 感から太鼓を交える派手な演出となり、いかにも髪型らしい、サービス満点さが楽しい。花道の引っ込みの際浴衣の裾をまくり上げようとして、下帯のないのに気づき慌てて、扇子で前を隠すという、観客の笑いを誘う演出がある。この後、扇子で火をかざし内股で小走りに引っ込むのが、髪型のどっこいしょと前を押さえながら、ゆっくりと引っ込むのが、 江戸の演出である。段七と徳兵衛の立ち回りは、双方同じ見えをする古風なやり方である。段七がどことなくもっさりした、油切った役柄なのに対して、徳兵衛はすらりと、小粋な役柄。ただし以前は物乞いだったので、どことなく、虚勢を張る感じが求められる。おかじに責められると、面目ない、面目ないと頭を抱える弱さがあり。 はじめの格好良さと対比する。かつては十四代目森田間いよいよが当たり役とし、また今日では十五代目、片岡二左衛門、九代目、松本幸四郎、中村橋之助などが得意としている。また、遠尺は、立ち回りの時に下駄を投げ捨てる呼吸が群を抜いてうまく、誰も真似手がなかった。最後の花道の引っ込みでは、お菓子が段七の曲げについた。 化粧紙をとって、仲むうつまじさを表す演出がある。初夏の爽やかな雰囲気が、男同士の友情を際立たせている。那な斜面を告げる役人が扇を上にかざして、退場する、優れた方が伝わっている。2006年7月大阪小竹座で4代目、坂田藤十郎がと詰めた時は、原作通りの春に季節を変え、登場人物も浴衣から合わせを着用していた。 四段目、内本町道具屋手代となった磯野城に、吉平次が侍を語り、金子を殺手しようとする。段七の活躍で、悪事は食い止められるが、磯野城による殺人が起こる。五段目、暗居の森、道行妹の総書磯野城と、道具屋の娘おなかによる、神獣騒動。三府の起点で、悪手代の電八を身代わりに死なせ、下手人に仕立てる。 六段目、釣り船三府内七月の暑い森、高津神社の宵宮の晩のこと。磯野城は、段七の紹介で、内本町の道具屋の出台となったが、吉平寺らに金を騙し取られそうになり、共犯の仲買の八一を殺し、琴浦と共に三府の家にかくまわれている。そこへ、特命女房お達が訪ねてくる。夫婦揃って、国元に帰るための糸まごいである。 三婦の女房を次は、早速磯野城を一緒に連れて帰ってほしいと頼む。二つ返事で快諾する。お立つだが、三婦が承知しない。今度の顔に色気があるのじゃというのが理由で、万が一お立つと磯野城との間に関係ができて、しまうのを恐れているのだ。それでは、目かけの顔が立たぬぞえ、立ててくだんせ。もし、三婦さんと息き通るを立つだが、三婦は、うんと言わない。 思い余ったお達はそばにあった焼きごてをのれの方に、当て、これでも、シアンの他という字の色気がありんすかと自身の美貌を、醜くしてまでの心意気を示す。感心した三夫は承諾する。そこへ、剣と蜂が来て、琴と裏を拉致しようとする。新人のため喧嘩を止めていた三夫は、我慢ならず、お次と、こりゃ、かか、どうでも、切らな、あかんな、ほんなら、 コチの人、キラシャンスの会、おう、嫌いでどうすると相談する。剣と八は、老人と思って舐めてかかり、おおおもろいなあ、切るんかい、切ってもらおうかい、さあ切れ。ええ、キリキリと切り去らせ、と凄む。三夫は、耳につけていた数図を引きちぎり、じゃかましいわい、わいが切るのはこの数図じゃ、切ったからには、元の釣り船、うぬらに遠慮がいるものかい。 とあべこべに剣と蜂を蹴り倒してお前らそこで待ってけつかれと着替えた後長戸須をひっさげ佐賀江門を切りに行くお達はお次に見送られ磯野城と共に家を去る入れ違いに吉平次が籠を連れて門口に現れ念取って子供に使われてます旦七に頼まれて 琴浦を引き取りに来ましたのでなと、お次に訳を話し、そそくさと琴浦を籠に乗せて連れて行く。その後、三夫、徳兵衛と共にやってきた、段七は、お立つから事情を聞かれるが自身が言った覚えがない。どうやら、佐賀江門が欲深い吉平継を使って、琴浦をさらう、三段のようだ。段七は、急いで、籠の後を追う。この場面では東京は、 晴天。髪型は、だんじりの下座が使用される。幕開けに、祭礼の音楽が聞こえ、獅子舞が、家の中を踊り、女房を次が、祭りの時に食べる味を焼いているという、真夏時の大阪の下町が、見事に滑車されている。なお、獅子舞は、家の様子を探りに来た剣と蜂であることが示され、後半部への伏線が貼られている。この場は三婦が主役である。 人生の新産を知り尽くした、老教閣の心意気が求められ、コーナン取り混ぜた見せ方が難しい。十三代目、片岡二座右衛門が、その意味で、最高の三婦を見せたと言われている。他には、三代目、市川佐段寺、八代目、市川段蔵、七代目、嵐義三郎、四代目、小野菊次郎など、腕達者な脇役が、印象的だった。 近年は四代目、市川段四郎、坂東や十郎、四代目、市川佐段次が得意としている。また、樹頭を切り刀を引っ下げての入りでは、雲流の墨絵模様の片平を切るが、これは段七の入れ墨を引き立てるための演出である。お達は三夫役の役者に対抗できるだけの芸力が求められる。今日では四代目、沢村玄之助のやり方が主流である。 特に引っ込みの際、お次に声をかけられた後、こっちの人が好くのは、ここやないと顔を刺し、ここで、ござんす。ごめん、やすと胸を叩く爽快な演出は、玄之助の考案したもの。17目、中村勘三郎と18代目、中村勘三郎夫子は、それぞれ段7との早変わりに役を務めている。また、 衣装も黒かびらに黒ジュスの帯、アサギの綿帽子、それに日傘を差して出る、美しい夏のいでたちとなっている。顔のやけどを盆に移し見て、その盆を畳みについて三夫を見上げる方もある。三夫女房お次は、ごく普通の姿勢の一女房だが、反面、老胸郭の連れ合いの味を出すことも求められ、脇を固める重要な役柄である。十三代目、片岡画道のお次は、 情報風の色気を漂わせて、絶品だった。三夫が剣と鉢を追い立てて、花道を去るときは、ようよう、まるや。と三夫役の役者の野号を呼び立て、客席を沸かせる演出となっている。前半部のお次と三夫のやり取りを中心とする、重苦しさから、後半部の三夫の術の剣からは一転して、人物の出入りが目まぐるしい快速の運びとなる。 幕切れ近く段7が一山に花道に入るときは、東京では、青天の林で、花道の73にかかり、見えをして引っ込むが、上方では、弾尻林をクレッシェンドで盛り上げ、段7の焦る真珠をうまく表している。そして、伊達天橋りという独自の引っ込みの型を取る。7段目、長町裏境筋の東側にある、長町裏。段7は、 籠に追いつき吉平次をなじるが、俺は、お前の愛想つかしを待っていたのじゃと反省の色もない。段七は、とっさに石を懐に入れ、親父丼、友達中の早えもんでんな。わしが入浪中に、頼もし子で三十両集めてくれましてな。今、ここにござりますねんと嘘を言う。吉平次は金をもらえると聞いて、態度を一変させ、籠を返すが、兄よ。 その金はさあ、その金は、その金はその、金、ここにはござりませぬわい、と金子に見せかけたいを出す。怒った、吉平次は、段七を打ち据え、ようもようも、このつのような親を騙し腐ったな、とついには、段七のセッたで額を打ち傷を負わせる。ああ、いたった、おやすさん、なんぼなんでも来ないに読書に、打体でもええやろがとぼやきながら、段七は、 額に手を当て、血がついていてびっくり。こりゃこれ男のイ気メンを、と憤る通る段七、撃った、叩いた、撃ったがどうした、何としたと睨みつける吉平次ぎ。思わず刀に手をかける旦那ななんじゃい、なんじゃい、我はわしを切りらすのか。あ、いやおやすさん、さようなことができまっかいな、衆とといえば親も同然。我慢に旦那なは、我慢を重ねる。 吉平次は図に乗り、これよく聞け、シュートは、親じゃぞよ、親を切ればな、一寸切れば一尺の竹の子で引き回し、三寸、切れば三尺高い木の空で、逆張り付けじゃぞよ、さあ切れ、これで、切れと刀を掴んで挑発する。おやすさん、やめとくんなはれ、危ないがな、さあ、殺せ、殺し去らせと言い合ううち、ついには刀を取り合う、もみ合いとなる。 刀の鞘が走って、段七は、吉平次の肩先を切ってしまう。うわぁ、切りやがった、親殺し、親自丼、何言うんじゃい、ええー、加減にだだけさんすな、と、吉平次の口を押さえた時に、段七は、血のりに気づきもはやこれまでと、段じり林の聞こえる中、吉平次を斬殺する。死骸を池に捨て、井戸水で体を洗った後、悪い人でもシュートは親。 親父ドン、忍してくだんせと段尻の群衆に紛れて去っていく。精惨な殺人劇だが、暗い舞台と祭りのじりの明かりの対比、鮮やかな入れ墨とシンクの下帯の色、本水、本泥の使用など夏の季節感と、見事な色彩に彩られた名場面で、様々な、美しい盾の見えは、この狂言一番の見せ場でもある。九代目段十郎は入れを入れない演出を、 とっていた。ランナナが殺人に至るまでの描写は、丁寧に演じられる。ランナナは胸郭ぶっていても、所詮箸がない魚の行商人であり、しかも自分を拾ってくれた恩人で愛妻の父である、吉平次への敬意もあり、なんとかして、うまく収めようとする苦心の演技が眼目である。特に、心ならずも嘘をついたことが発覚したとき、この金ここにはござりません。 と手拭いに包んだ石を出し、手拭いを頭に被って縮こまる、情報式演出が、段七の切羽詰まった心理をうまく表している。舞台前の切り穴に泥を張った、霊衆が、池の役割となる。吉平次はここに飛び込み、段七に絡み、河津の見えをしたりするので、泥場と呼ばれる。二代目演尺は立ち回りには、細かな演出を行い、浴衣を脱いでかける。 竹垣の位置まで指定したが、全く不自然さがなく、十一代目二座右衛門は、うまいなぁ。と何度も簡単するほどであった。幕が終わると、吉平自役の役者は、全身泥だらけで、洗い落とすのに一苦労する。吉平次は、欲に目がくらんだ、醜悪な老人である。いかに生々しく憎くやるかで、段七が引き立ち観客も段七の苦渋と殺人に、 至る経過が理解できる。戦前の六代目、大谷智江門、中村伊佐近年では三代目、実川遠尺、四代目浅奥山、中村玄左衛門、四代目市川談志郎など腕のいい役者が印象的だった。最近は、十八代目、中村勘三郎が平成中村座で勤めた時の笹野隆が好評だった。この場面では、 中心蔵の三代目、喧嘩上の気持ちでやることという句伝がある。二代目、実家は炎尺の段七は、吉平次との口論で上下を眺めて、これ、何もお前んで、何もない境に、との捨て台詞を吐きつつも周囲に気を使うという演出だったが、その呼吸が絶品だった。文楽では、人形使いの初代、吉田玉尾が、 吉平次を肉々しくやればやるほど、段七が引き立つという理由で、吉平自役を好んで演じていた。幕切れは、祭り林の段尻を登場させ、段七が一人の腰から手拭いを抜き取ったのを、放火ぶりして、みんなが去った後、調査や、要佐と林言葉を震えながら言って引っ込む形が、普通だが、二代目、実川炎尺は、引っ込みの際、若い者が、 不審そうに、吉平次の沈んだ池を覗き込むのを、段七が、長鞘。要査と林言葉で遮り二人で踊りながら、花道を入る演出だった。これは、平成18年7月大阪松竹座において、四代目、坂田東十郎が復活させた。なお原作では、徳兵衛が通りかかり、段七のセッタを拾うところで幕となっていた。 吉平次と特兵衛がに役早代わりの演出もあるが、これは無残な死に方をした役の俳優が、幕切れに美しい姿で出る歌舞伎特有の演出である。八段目、田島長段七内三夫と特衛の情けでおかじと、長松は、備中へ。取り手の乱入後特衛は縄をかける代わりに、逃亡資金として金子を段七に渡す。九段目、 玉島特兵内佐ヶ江門の悪事路県と磯野城の感動が溶け、三府と火事に伴われた長松が段七に縄をかけるが、平太優により段七の原型が約束される。初夏の爽やかな季節感漂う鳥居前。夏祭りの風情と義理人情の愛観を描いた三府内、そして歌舞伎狂言中屈指の殺し場である長町裏。と、それぞれ見どころがあるが、 大阪を舞台としており、上方歌舞伎の濃厚な風情が要求される。段7は、かつては2代目、実川炎尺、戦後は3代目、実川炎尺、13代目、片岡二座右衛門が得意とした。東京でも、9代目、市川段十郎、初代中村吉右衛門、15代目、市村右左衛門、17代目、中村勘三郎、 二代目、小野江小六などが江戸に情報式を融合した演出をとっていた。現在では十八代目、中村勘三郎、二代目、中村吉右衛門、四代目、坂田藤十郎、三代目、市川猿之助などが得意としている。もともと、元六十一年に、初代、片岡二座右衛門の初演した、宿無断七が、原作で、同じ系統に、宿無断七字山傘があり、 幻灯十郎らによって、たまに上演されている。初演時、人形遣いの初代、吉田文三郎が、人形に初めて肩びらを着せ、長町裏で、初めて、本水と泥を演出に用いるなど、演劇史上画期的な作品でもある。また、書き換え狂言として、段七ら主要人物を女にした、夏姿女段七や四代目、鶴屋南北の傑作、謎対一寸。 特命などがある。劇中、段七が切る、片平の柿色の島は、段七島と呼ばれ、その後の書き換え狂言にも採用されている。髪型の雰囲気がこの狂言の生命と言われ、戦後は東京も髪型の演出を重視する。かつて十三代目、片岡二左衛門は、髪型色の乏しい東京の防歌舞伎役者の段七を、見て激怒し、二代目、中村戦略に、 これは、上方歌舞伎への冒徳や、暗算、手本に段七をやっておくれやすと頼み込んだという。典型的な夏狂言で、春や冬には上演されない。下台にあるように夏が、背景にあるのと、長町裏の殺しの場ですっぱだかになって、本水を使うためでもある。1949年初代吉右衛門は、皇居の御参会に招かれた際、昭和天皇の御前で、 長町浦の段七と、吉平次のやりとりを実際に演じながら説明し、父三代目、中村歌六と共演した時の思い出や裏話を紹介した。ありがとうございます。